はい、ということで Apple Watch Ultra 2 ブラックチタニウムが届きましたので、今回はこちらの開封をして、で、まあ初期設定なんかのプロセスと、まあ簡単な機能の紹介、そしてデザインです。はい、外観、この Apple Watch、まあ、Ultra 2のチタニ、チタンモデルの、モデルと、ナチュラルチタニウムと、このブラックチタニウムモデルの外観、そして、まあ、Apple Watch シリーズ10とか、7の、その、まあ、バンドの装着感もね、新しいバンドも購入したんで、バンドの装着感とか、バッテリー持ちも改めて皆さんにご紹介したり、そして、価格の価値についてもちょっと話していこうかなという感じになってますので、まあ、Apple Watch Ultra 2のブラックを購入検討中の方とか、ナチュラルチタニウム、そして Apple Watch シリーズ10、そして、まあ、Apple Watch SE なんかの購入の参考になると思いますので、ぜひ最後まで動画の方ご視聴いただければと思います。では、早速開封していきましょう。いやいや、この瞬間ですね。この瞬間が、まあ、ドキドキする瞬間なんです。あ、おっと、住所が、おっと来ました。あ、パッケージはやっぱり変わりましたね。なんて言うんだろう。完全にそのブラックっぽくなったって感じですね。はい。なんか前はね、白だったんですよね。はい。こんな感じで、白だったんですけど、今回からブラックチタニウムということで、外箱も外箱も、ブラックということになってますんで、まあ、ちょっとね、早めにやっていきましょう。おー、全体的にね、かなりこうブラックでシックな感じになっております。おお、これも、てかこれいらないよね、別にね。これ、どうなん？あ、まあ、これ機能の紹介だからか。まあ、まあ、いらないけどね、もう別にね。で、ここに、詳細な、ものが書かれているという感じでございます。さあ、出ました。こちらがブラックチタニウム。そして、こちらがバンドなんですけどもね、まずバンドを、ご紹介していきたいと思うんですけど、僕が買ったバンドはトレイルループというもので、今までね、スポーツバンドとか、ソロループとか、で、こちらが何だったかな、なんかそのトレイルループっぽいやつのなんかちょっと違うバージョン。覚えてない。とかあったんですけど、今回はさらにね、こういう、ま、金属部分がないタイプのものを僕は選びました。やっぱ金属部分があるとね、ガチャガチャ言っちゃうんで、あ、このタイプです。あ、いいですね。はい。もうガチャガチャ言わなそう。あ、いい。伸縮性も若干ある。で、これね、伸縮性こっちあるんです。これ良かったんですけど、やっぱりここ、金具があるんで、こう、こんな感じ。こうね、あの、パソコンとか Mac とか使ってると、やっぱりカチャカチャ言ったりするんで、ちょっと気持ちが悪かったので、今回はほら、はい、カチャカチャ言わないタイプを購入しました。あの、このスポーツバンドよりも、このタイプ、こうやって、まあ、こうやって、こうはめるタイプ。これのね、密着具合が、その、Apple Watch Ultra では良かったんですよ。で、このナイキのスポーツバンドも購入したんですけども、やっぱりね、こっちよりも、こっちの方が装着感良かったんですね。なので、今回は、トレイルループ、このタイプにしたという感じです。なので、まあ、この、Apple Watch シリーズのこのスポーツバンドじゃなくて、違うバージョンということになっております。はい、で、ちなみに、あの、前回の動画でちょっと開封中ですけど、こちらと、こちらと、こちらを、売りますよっていう話をね、したと思うんですよ。売却の話。で、もうすでに厳選な抽選結果の末、全部売却というか全部購入していただく形になったので、皆さん、その説はご協力ありがとうございましたということで、最後の、お披露目というか、見納めということになっております。はい。はい。では、早速本体行きましょう。あ、これね、あるんだね。よいしょ。よいしょ。さあ、おー。よいしょ。うお、ここの中までブラックだ。おー、これが、充電のやつですね。充電のやつね。はい。はい。あ、ちょっと、あれ。これは使わないんで。さあ、来ました。こちらでございます。あ、
そういうことなの。結構ブラックかと思ったら、そんなにブラックじゃないです。グレーですね、これ。思ったよりブラックじゃない。グレーです、これ。グレーなんや。思ったより、思ってたほどブラックではなくて、これスペースグレーですね。うん。これはスペースグレーですわ。うん。それがいいのか悪いのかはちょっとさておき。まあでもね、ちょっとやっぱグレーがかった方が高級感は増すかなっていうのが、これが完全にブラックだとちょっとね、安っぽくチープな感じになると思うんですけど、ちょっとこうギラついたグレーの、ぽい感じの方がいいですね。はい。あ、これつけようか。これどっちがどっちとかはないんかな。あ、こうだろうな。で、こうと。で、しまった。結構 S サイズ。あ、でもちょうどいいか。あ、こう。あ、めっちゃしやすいやん。めちゃくちゃしやすいぞ。わあ、いいね。やっぱスポーツバンドより、スポーツバンドよりこうね、こう。いっちゃうからね。ちょっと先にね、ちょっと初期設定やっていきましょう。で、これはね、めちゃくちゃ簡単なんですね、初期設定。はい、アップルマークつきました。来ましたね。来ました。はい。もうここ近くにありますから。認識してください。ブリン iPhone Near 近づけてください。いや、近づけとるわ。あ、来ました来ました。はい、来ましたね。はい。ここで続ける。で、自分用に設定。で、画面がね、切り替わると思うんで、はい、切り替わりました。このようなふわふわ画面になりましたんで、これをカメラでスキャンする。うん、ちょっと光が混じってるから、ベアリング、はい、完了しました。で、新しいアプローチとして、まあ、設定しようかなと思うんで、バックアップとかはもう気にせず、このまま生きて、あ、ちょっと待って。はい、左につけますから、左に続ける。はい、今、アクティベーションモードに、切り替わりました。はい、ドイする。パスコードは、今はちょっと追加せずに行きたいと思います。はい、文字はね、まあ、もうこのままでいい。共有される位置情報 OK、いい。おーとう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 、これは私のパーソナライズが、今、晒されましたね。まあいいです。はい、続ける。はい、続ける。で、モバイル通信は今はしない。をタップ。で、まあ、ここね。はい、こう。これでタップ。ダブルタップ。で、まあ、アクションボタンなんですけど、あんまないんですよね、僕ね、アクションボタンね。なので、まあ、一応ワークアウトにしときましょうか。スイッチにいるとき、推進を開くでいいです。はい、アカウントにサインイン中ということで、この処理には時間がかかるということなので、一旦これでちょっと待ちたいと思います。はい、では、ペアリングの待っている時間に、ちょっと、ナチュラルチタニウムと比較していきましょう。こんな感じですね。だから、外観のデザインは同じなんだけど、色だけ違うという感じなんですけど、まあ、色が変わるだけで、だいぶ印象は変わってくるんじゃないかなと思います。いかがでしょうか。こんな感じ。ここの、オレンジのボタンは全くね、同じ色。全く同じ色なんだけど、こっちの方が明るめに見えてると思うんですけど、やっぱりこのコントラストですね。黒にやっぱこうオレンジ生えてる感じはしますし、ナチュラルの方にも、方の方がちょっとコントラストが薄いんで、こっちの方が光ってる感じになってると思うんですけど、もう全く同じだと思います。同じ色合いになってます。はい。あとは同じですね。フラッシュライトオフにしよう。はい。あとは外観は全く同じなんですけど。おお、もうなった。OK、OK。完了。早かったな。開始。はい。ということで、デザイン面は同じ。ただね、こう見た感じは、こっちのやっぱりナチュラルチタニウムの方がやっぱりね、高級感はあるかも。高そうな感じがする。こっちは若干やっぱりブラックになったことで、逆に、まあ、スタイリッシュさはいいんだけど、チープになった印象がちょっとあるかな。だからブラックってチープになりがちだから、ここのね、色具合がこうマットグレーみたいな感じにするしかないんだろうね。うん。ただ高級感はもうこっちだね。ナチュラルチタニウムだね。うん。じゃあちょっと装着
してみましょうと。いいですね。うん。こんな感じ。うん。でもほんとこう見ると、見て、ほら。ね。なんか、こっちも、ちょっと、こっちを、ちょっとずらして、こっちを、ここにはめよう。ああ、なるほど。こんな感じ。見て、ほら。やっぱりこっちのナチュラルチタニウムの方が高級感はありますね。うん。なんか、例えばこう離れててつけてても、こっちアプローチウルトラ2っていうことが、なんかわかるよね。でもこっちはもうほら、コントラストで全部黒になっちゃってるから、ちょっとわからない。うん。所有欲を満たすならナチュラルチタニウムがいいんかな。うん。そんな印象がね、今、感じ取れましたね。うん。で、バンドの付け心地なんですけども、こっちもいいけど、いいよ。こっちもなかなかいいよ。うん。バンドの付け心地。これもいいんだけど、あ、やっぱりこれだ、あ、これか、あ、うん、これがやっぱり、このね、微妙なね、こう、調整が効くっていうのもね、もうこれの一つの魅力だと思うんですよね。これはちょっとやっぱり、一個一個段階があるし、このスポーツバンドもやっぱ段階があるんで、こう微妙なさじ加減、微妙なちょっと位置関係というか、微妙なこの感じをするなら、このトレイルループがいいな。うん。まあ、このバンド選びについては問題なさそう。ただこのね、マジックテープがどこまで、耐久性があるかっていうところなんですけど、うん、まあ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 いいっすね。うん。ああ、なかなかいいな。うん。こんな感じだ。いやーでもね、やっぱこれめちゃくちゃかっこいいね。ブラックはめちゃくちゃかっこいい、やっぱり。こっちは結構上品な感じで高級感があるんだけど、このブラックはね、やっぱりね、めちゃくちゃかっこいいな。まあ、ゴールドと比較すると、ゴールドかっこいいね、やっぱり。っていうか、え？アプローチウルトラ2にゴールドが出てほしいな。あ、来年かな？ゴールドは。ゴールド出たらこっちでしょ、確実にゴールド。もうゴールドかっこいいもん、めちゃくちゃ。ちょっと待って。高級感で言ったらこっちかもな。やっぱゴールドがすごいわ。うん。こっちだとね、結構カジュアル感がやっぱ出るんですよ、これ、アプローチシリーズ7。ゴールドはかなり高級感いいですね。上質な感じがしますね。うん。まあでもね、やっぱりこのスポーツバンドもね、かなりいいんですよ。あ、いいな。いい。うん。でもフィット感はこれだな。フィット感はもうこれ。で、次にこれ。で、スポーツバンド。で、このソロループっていうのが、このサイズを変更できないんで、どうしても。うん。だからちょっとやっぱ僕使うのやめたんですよね。あとね、これこう、はめるときに、こう、伸ばしながらはめないといけないんで、めちゃくちゃはめにくいんですよね。そういったものがあるんで、ちょっとスポーツバンドに、まあ、変えて使っていたという感じでございます。はい。で、バッテリー持ちに関しては、前回の動画でもお伝えしたんですけど、まあ、アプローチシリーズ7はもうね、1日持たないぐらいですね、もう。まあ、でもこのアプローチシリーズ10の方は、まあ、2日ぐらいは若干持つ。うん。ただ、このアプローチウルトラに比べたらね、もう全然そのバッテリーの持ちが僕の中では体感的に2倍ぐらい違う。うん。こっちが2日ならこっちは4日ぐらい持つような、なんかそんなイメージっていうか、うん、こっちはね、本当にバッテリーの充電を気にせずに使えたんですよね。うん。なので、なぜ僕がね、アプローチシリーズ10買ったんだけど、アプローチウルトラ2のブラックチタニウムを買ったかっていうのは別の動画でしっかり話しているので、その辺の理由については動画の方を見ていただければと思います。なので、まあ価格と価値の話なんですけど、やっぱりこの相対的にこう見ると、こちら12万8000円するんですね。で、これアプローチシリーズ10は、6万とか7万ぐらい。であって。で、僕はチタニウムモデルなんで、持ってるのは、これ10万ぐらいするんですよね。なので、やっぱりアプローチシリーズ10のアルミニウムケース、6、7万ぐらいで買えるケースの方が、やっぱり価値としては、めちゃめちゃいい。59,800円かな？ GPS モデルが。
なんで GPS モデルの 59,800円のアプローチシリーズ10が一番もうおすすめ。アプローチどれがいいですかって言われたらもうこれ。ただ気になる点はデザインがちょっと古いよっていうところと、バッテリーがウルトラと比べると若干やっぱ物足りなくなる。ただウルトラを使っていないならば、アップルウォッチシリーズ10のバッテリーで、まあ、かもなく不可もなくかなということなんで、これがやっぱり一番おすすめできるかなと。やっぱりアップルウォッチシリーズ7とか SE って若干やっぱりね、動作とかも重いんで、よたっとするんで、まあやっぱり最新モデルのチップもね、S10 が搭載されたものがまあいいかなと。なんで、このアップルウォッチウルトラ2に関しては、まあ、僕の個人的なもう極論で言うと、価格の価値はないんじゃないかなと。まあ、見た目とバッテリー容量だけ見るといいんだけど、性能とか使い勝手で何ができるのかって言ったら、もうこの辺でいいんですよ。ここまでは一般の人はいらない。まあ、やっぱりこう水泳とか、そのなんかクロスカントリーみたいなゴリゴリのこうスポーツ系の人以外はもう全員こっちでいいんですね。なので、価格と価値についてはこっちはやっぱちょっと高いんじゃないかと。で、これに関しては価格と価値いいんだけど、チタニウムモデルまではいらないかな。アルミニウムモデルでちょうどいいかなという感じでございます。ということで今回は石原アップルウォッチウルトラ2ブラックチタニウム開封の儀と。で、まあ、もろもろ皆さんに必要な情報をお伝えしたんで、もう石原は今日からこれで過ごしていきたいと思いますので、おお、やっぱりかっこいいわ。かっこいいにつきますね。ということで、今後はこのアプローチウルトラ2の使用レビューについてもね、もうやっていこうと思うんで、アプローチ気になっている方、もちろんアプローチもうすでに持っている方も、ぜひね、今のチャンネル登録していただいて、まあ、アップルやガジェット製品のレビューなんかの動画をお待ちいただければと思います。ということで、本日も最後までご視聴ありがとうございました。はい、ではまた次回の動画で。